それでは生命環境学部の紹介をさせていただきたいと思います。生命環境学部の藤原でございます。でまず学部にあります産学科の構成に関しまして、紹介させていただきたいと思います。生物科学科、生命医科学科から環境応用化学科と3つの学科がございまして、これはまあそこに示しますようにいろんな専攻学系がございます。まず生物科学科ですが、この生物科学科と申しますのは、生物がいかにこの環境に適応しているかということを学ぶ学科でありまして、微生物から植物、昆虫に至るまでいろんな生物を対象に学んでいきます。でユニークな内容が一つありまして、この数学を使いまして、例えばアミノ酸配列、塩基配列といったものから、実際に機能を予測しようと。でその中にタンパク質の構造なんかも入れまして、新薬を作ったりとかですね、進化を考えたりといったことも取り組んでまいります。でこの同じような内容は生命医科学科の中の医工学専攻の中でもあります。生命医科学科はより基礎医学に特化した内容になっていきまして、ライフイノベーションから、健康長寿というものを考えていきます。でまた光を使った診断技術ですね、これについても学んでまいります。で環境応用化学科は、地球を環境分析するという内容に加えまして、応用科学、いわゆる化け学の力を使いまして、新しい機能のものを作るといった内容も扱ってまいります。で具体的にはいかに環境に負荷を与えないでものを作るかといった研究を行っています。で、この3つの学科から与えられます学位というのが3種類ありまして、理学、生命医科学、工学と、この1つの学部から3つの異なる学位というのは珍しいかと思いますが、これはそれぞれの専門性の高さが評価されていることだというふうに考えています。でそれぞれの専攻学系に配属になる時期が学科によって違っております。で生物科学科、環境応用化学科は、3年生あるいは4年生までは同じ内容を学んでいきまして、で、それぞれの希望に合った専攻あるいは学系というのを選んでいきます。で一方生命医科学は入学時から3つの専攻に分かれて学んでまいります。でこの他の理系学部とどのような関係があるかというのを紹介させていただきますと、生物科学科というのは理学部の生物系、農学部の生物機能科学系、こういった分野と非常に近い内容になります。生命医科学科の方は医学部の基礎医学の部分ですね、薬学部の基礎薬学の部分がメインな内容になってまして、ただこの中で臨床を扱う内容とか、製薬調剤を含む内容は含まれてません。ただ、カリキュラムはですね、実際こちらに、ラインナップ示しますように、大学の医学部で学ぶ基礎医学の内容をほとんど網羅しております。ですので、医学に興味がある方には満足いただける内容かと思います。で環境応用化学の方は、工学部の応用化学系、化学工学系と非常に近い内容になってまして、それに加えて、地学の内容が含まれているというふうになっております。で卒業後の進路といたしましては、ほとんどの学生、6割ぐらいの方は大学院に行かれると思います。で卒業される4割の方は製造業、情報系、金融業といった分野を中心に活躍されるのではないかと考えています。大学院に進まれた方のうち、ほぼ9割の方は、就職をしていくかと思いますが、その主には製薬食品化学系のメーカーの研究開発職というところで活躍いただくのではないかと思います。で、大体1割ぐらいの方が博士課程の方に進まれると思います。で、本学のユニークな取り組みなんですが、我々の学部は地球が舞台になっております。で、環境、食料、健康などを地球レベルで考えるということを行っておりますので、大学を出て学ぶというプロジェクトベースラーニング科目というものを重要視しております。熱帯環境の破壊等を学ぼうと思うのであれば、ジャワ島に行って海に潜ってみる、熱帯のマングローブの植生を調べるためには実際にバリ島に行ってマングローブの植林をやってみると、地層のことを学ぶためには台湾地層で実地学習をすると
といったことも行われる予定です。で、本学にはさまざまな先端機器がありますが、左のパネルの学生さんが実験を行っているこの装置は、この顔面に映っているだけでだいたい4億円ぐらいの高額な機械ですね。で、こういった機械を使いながら学生が生き生きと楽しみながら実験ができる、こういう研究環境を生命環境学部では提供していきたいと思っております。私たちの学部はですね、他の理系、例えば理学部、工学部、農学部といったところとどこが違うかというと、こういった先ほど言った学部はこうやりたいことがかなり決まっている人にはいいかもしれないですね。ところが私たちの学部っていうのは、まだ自分が工学をやりたいのか理学をやりたいのかよくわからない、どういう分野に行きたいのか迷っているという人にはもうぴったりの学部だと思います。私たちの学部には工学も理学も医学もで、農学もありますので、これからやりたいことを見つけたいという人には、ぜひ、一緒に学んでいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。